ールが。マコさん、たすけさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。のりとべさん、あっくん。ジェジフゲさん、カリスマフジージャさん。お布団に入って。ハリさん、またたびさん、いらっしゃい。スパルク。エルクさん、いらっしゃい。おつ一文字。焼肉が600。ライブラってほとんど使わないな。ラコです。9個目さん、エドウィンさん、ナムサンさん、物欲さん、いらっしゃい。14個目さん、いらっしゃい。寝てるやつはいないな。15個目さん、いらっしゃい。今って育休、いや、もう育休じゃないよ、私。もう辞めた会社。育休がね、なかったんよ、うちの会社。キッペさん、いらっしゃい。おやすみ。秋尾さん、小次郎さん、いらっしゃい。予想してたより順調でちょっと残念。そう？マッピングのおかげやぞ。21個目さん、いらっしゃい。戦う。23個目さん、マトさん、いらっしゃい。これでもボスの前に回復がなければヘイスト残しとこう。もったいないもんね。ソラハのジョブ、専業主婦、スキルは？スキルなんだろう。うどん？ソラハって誰のよ。いらっしゃい。前回がきつかったから、うん、全然余裕だわ。もしかしてサハルさんゲームうまい？ないですか、泉的なさ。茹でるだけじゃねえか、こねるんだよ。こねるこねる。言霊ルゼさん、ザトラチェンゲーさん、いらっしゃい。 FF なら決まってるじゃないか。なんだろう、ちねる。こねる。ありの課長じゃないから。ハルクさん、いらっしゃい。鼻からうどんと聞いて。わかんない、いらっしゃい。殴って踏んでるだけでしょ。ホームベーカリーだよ。こねてないっつーな。小麦粉育てるところが。トキオと一緒にしないで、耕すのくんから。でもやっぱり見てて面白いよね、鉄腕ダッシュって。昔からあんな番組だったのかな。まこついらっしゃい。本当になんか話題にされ始めて見てるんだけど。あ、やばい。ああ、昔から変わらない。サトスさん、50個目さん、いらっしゃい。土地を選ばねば。昔からなんなんだ。タコセンスプーン、いらっしゃい。ロクちゃん、いらっしゃい。あ、馬だ。今気づいた。こいつ増えないの？なんかすごくね、巨大なものを作ろうって言って、やってたのはちょこちょこ見たことがある。百チキさん、いらっしゃい。地獄の馬。鬼ごっことかやってた。にゃんぽこさん、いらっしゃい。でもかっこいい馬だね。足がさ、足が 1,2,3,4、 3本ずつある。6本。ずっとおいしい。ここ。え、気のせい足。ちょっと叩いてみよう。倒しちゃうね。じゃん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 。回復せねば。
と、はいぽ。よっさんいらっしゃい。あ、ジタブタしてるだけ。無駄遣いした一個。食式はピンピンしていた。え、ミノモンタが司会だったの？昔。鉄腕ダッシュ？目外れ。うん、それ V6 だね。え、それで学校へ行こうかなんかじゃない？トキオ、トキオ。5人の方、5人。福沢アナやろ、福沢アナ。福沢アナ。みんななんかいろいろ混じってる。ジャストミート。みんなの頭ぐちゃぐちゃになる。あー、百式がガス欠する。うん、魔法埋めたかったけどね。嵐も深夜の体当たり客番組をやってた。深夜の頃は誰か司会がいたと思う。それが福沢さんかな。今度ブラックロックシュート歌ってください。はい、了解です。動画見てくれた？ヒデさんいらっしゃい。ズームイン。焼肉がやばい。ギャルだ。もうね、恥ずかしくて聞けないの。自分の動画。何体グローブ？何式な？何体グローブ？猫じゃないんだから。はいっぽい。ソハラ動画鑑賞枠。あ、女の人変わってるんだ。軟式グローブ。へえ。片側に断ったっけ？そうだっけ？ラッチ。何体のグローブ。うん、ハイポ大活躍。MP きついね。僕のバッサコした黒の層デスクローしてください。いらっしゃい。バルフレ。この場で百式を、魔剣士にして、ちょっと防具がないから、こう公園にして、公園の魔剣士にして、どうだろう。この作戦キャパシティはあるのです。ポーションはね、飲むものみたい。デロデロっとした。キャッカキャッカ。それ役に立つ、立ちますよ。前衛でも、後衛でも、殴れるから。ユーさんいらっしゃい。ハイポ係とかもありじゃない？ハイポ係か。お前は自分を騙している。ああ、焼肉が。死んじゃう。レイズ、レイズに残しとかないと。ダメダメ。違う違う。ニコニコ的には、ハイポはうま。またチミの役割を。ごめんね。これにして。レーズン大事。そうだね。薬師っていうのはいない。それって職業？プロファイリングタイム。一番上が正解。5のジョブだって。
売人。お、やっと7階に行けるぞ。一体何階まであるんだよ。あこついらっしゃい。暗黒洞窟な。いいね、このいっぱい戦ってるんだけど全然レベルが上がらない感じ。まあ熟練は上がるしいいでござる。あ、なくなった。ギサールでござる。魔法の鍵入って、調合がやばい。クスシって言うんだ。へえ。相変わらず嫌がらせとしか思えないダンジョン。なかなかまったり雑談ができてよろしくてよ。その靴いらもな飾りか。ハイポ投げマン。ギサールでござる。ギサールでござる。あえて歌だったっけ。ハイポマン誰に。あ、みんな満パンだ。ハイポマンどうしよう。えい。キバマシーンになってしまい。あ、薬師初期レベルで一人でラスボスを倒せる。さらはハイポ投げマン、ありがとう。見逃さなかった。やったね。カブトゲット。サスソハアザース。カブトゲット。あ、おまさん来た。どれどれ、本当に増えないのかどうか。あ、最強装備になるの、ゲンジって。ミキティこの前やったよ。知らない人が降ってきたから。なぜいきなりミキティなんだと思って。もうやったから1年間はしない。あ、増えないね。イエーイ。ヒムさんいらっしゃい。レコードキーパーでは現地シリーズは、あ、ケースガチャ。へえ。あれもじゃあガチャで防具とか、あれしてるの？レコードキーパー遊んでる人たち。面白い？最近もうソシャゲ全然やってなくてさ、ログインもあんましてなくて。真ん中。増えそうな色に騙される。色ね。キャラは全員手に入るけど、専用装備がガチャらしいです。あれは、オリジナルストーリーなの？あ、プニプニやめたん？私も最近全然だよ。ストーリーちゃんとあるんかね。1年後楽しみに。あ、グラブっちゃった。ふう。グラブりましたか。そうだよね、装備のガチャって珍しくない？ PC エンジンのゲームに出てきそうな左が。
レコードキーパー専用の主人公も、じゃあ歴代の分は仲間になる感じか。一人でグラブルってマジ。クローバーさんいらっしゃい。まだねグラブってないんだよ。ちょっと恥ずかしいんだけど、やっぱり大人になったらグラブらないとダメかな。ノーマルモードが各シリーズをボス前にステージ分けしてて、週1で各シリーズのキャラ追加および新ボスのイベントがある。忙しいな。今日も息臭い。臭いよ。いらっしゃい。明日 FF タクティクスガチャが出る。ガチャるんか。ガチャってしまうのか。主人公を外せる。あ、そうなん。運営がひどいの。一番左が正解っぽい。草野球にいっぱいいる。グラブル。グラブルと破産するで。なんで若干声低くした。世界で1位2位を争いそうな。あ、そうなん。あれだけ CM してるのに課金がうんこみたいな感じ。グラブらないから子供に渡して。いらっしゃい。へえ。キバル。キバルってごめん。CM が多い良い運営とは限らない。え、まあ、あの CM 多かったらあの儲かってるんだなっていう感じはする。ソシャゲはね、こう強力な課金プレイヤーがいっぱいいて、いっぱいお布施があるんだなとは思う。今日はどの気分にしようかな。敵も若干減ってきたよ。疲れてきたんじゃない。ハイポランでいいか。グラブラは9万課金すれば、欲しい武器くれる天井システム。天井システムっていうの？そういうの搭載したことで賛否両論。あ、なるほど、そういう風に変えたってこと？すごいね。9万あったらファミコンが何本買えますか？とかこういうこと言ったらダメなんだよね。お、やった。8階来たよ。8階、上の方。ここにもなんかある。300円を300回。うん。うん、そうだな。なんかね、聞いた話だとグラブル始めた人が、あのね、すごく重くてやめたって言ってた。すごく重かったって言って、なんかやろうとしたんだけど重かったよって。抜け目ないだろ。30回合成すると必ず会心合成ができる感じ。合成っていうのがあるんだ。へー。あ、昔はスーファミ1本1万だから。そうね。じゃあスーファミソフトが9本か。うん。1年遊べる。ファミコンはだいたい3、4千円ですか？昔のさ。源氏の鎧。あ、もしかして？一式揃った。すばら。あ、プレイヤーの平均体重がもういらっしゃい。いまだに頑張って主のいないギルドでもよくやってる。なんかね、やろうかなって思うんだけど、なんかもう何していいか分かんないんだ、ぷよくえ。たまにログインしてはギルドメンバーが頑張ったおこぼれを頂戴している。あ、お金いっぱいみたいな。そうなんです。私もうね、ほとんどやってないの、ぷよくえ。
あ、5,000〜6,000円。初期の頃は3,800円。あ、後半は8,000円ぐらいしたんだって、ファミコン。三国志2に1万円出した。1万円するファミコンソフトがあったんだ。へえ。なんだか不思議だね。昔はそれが普通の値段だったけどさ、今すごく最新のプレステ4とかで 7,000〜8,000円のゲームが出るとちょっと高って思っちゃうもんね。不思議な話で。あ、購入が高い。なるほどね。それはブランド力ですか？購入のソフトは高かった。あ、7,800 円がデフォ。なるほど。公営価格。ん？なんだ、そこは。あ、水の中から行くのか。私、だから、歴史とかさ、点で弱いから、ああいうのをやっても、ちんぷんかんぷんなんだよね。恥ずかしくてできないの。信長の野望とかさ。三国志とかも全然わからないし。ドル信長何それ美味しいの。戦国武装、あ、そうか。戦国武装とかもそうか。使用期価格で常に販売してただけだろうって思っちゃう。しかし今日寒い、寒くない？あ、これ裏から取れるんじゃない？めっちゃ牙っぽいなった。寒いよね。やばいやばい。終わりが見えたぞ。しかしこの枠は無理だろうな。次枠か。今見えたね。壁に穴を開けよう。バル、バーキーがある。ダビスタで競馬覚えた。私はそうだな、今年の目標は野球ゲームを何かしてルールぐらいは覚えようかな。なんとなく見てたからさ、プロ野球とか。でも野球のゲームって言ったらパワープロ、福袋に入ってたパワープロか、パワープロか、ウルトラベースボールしかないの。どっちかなんだよ。あえて会話しないから。3DS のがある。3DS。ホイミンさんいらっしゃい。ファミスタ？あ、俺も未だによくわかってない。ただね、どこにボールを投げればいいかっていうのさえ分かればなんとかなると思うね。違うかな。あ、ほら、誰もいないよ。わー、取り手。あ、3DS でファミスタが出た。新しくは買わない。せっかく福袋に入ってたから。これぐるーっとする系だろ。もう見破ったわ。あえて入る。あ、爆弾はよ。爆弾置きたい。パワープロとかだと配球とかも重要になってる。育成モードがありましたよね、パワープロって。アルスさんいらっしゃい。そのパワープロで横浜優勝してもらうかな。あ、そういうこともできるんだ。パワポケはストーリーが何かと重いからおすすめ。ストーリーが重い。うん、牙大活躍です。聞いてるのか聞いていないのか。ペナントレースモード、男マネージャーがいる。へえ、それいらんな。ということはここか。来ましたかな。
さあどんなボスだろう。あ、えらい長い。あ、ときメモと同じ恋愛モードがあるのか。へえ。魔法、違う、アイテム。山ちゃん、ファミリースタジアムだったっけ、ファミスタ、世界のときメモの野球版がパワープロのサクセス、サクセスモードってやつかな。そうそうね、もうちょっと最近野球はボロボロだね。もう本当に好きな人はまあさぞショックを受けているだろうなと。おはスタだった、ふる。博士は大体失敗する。むしろネタにしているか。ああ、まああの球団だから。なるほど。しかも巨人だもんな。巨人だもんね。ハイポ。ああ、野球と相撲は賭博ばかり。あれってよく知らないんだけど、内部リークなの？賭博がバレたっていうのは。テイさんいらっしゃい。犠牲はつきものです。ああ、戦々恐々としている。あ、来た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 。あ、やっぱそうなんだ。ファミスタの清原は強いがパワープロの方は三振取りやすい。そうなそんな違いがあるの。同じ清原でも胴元がおる。胴元、のほほんちゃさんいらっしゃい。巨人の選手がやってて、それがどこからか流れたの？賭博の。あ、なるほど。ずっとマークされてたんだ。賭博については、前年にも注意しての再犯。クワガタのフォークはすごかった。パワープロの清原は脳筋だから。今パワープロやってさ、清原使ってたらなんか何かと問題、まあ問題はないけど、ちょっとあれだよね。いろいろいじられる枠になるな。盛り上がりそうだけど。ファミスタの清原は清すく。うん、旬だよね。お、相手の清原ですかみたいな。だいぶいじるな。やる気の浮き沈みがすごそう。器用貧乏さんいらっしゃい。4番キメハラ、しゃぶっていうのやめてあげて。さあ来ました。じゃあ次役で土の牙を手に入れ、3枠ぐらい、1時間半ぐらい。センテンススプリング、なんだかんだ言ってハイポが半分ぐらい使ってる。満パンにしよう。次役見て寝よう。ありがとう。すぐ通ってきます。お疲れ様です。アツサハでした。牙を目の前に双方たちが見たものはじり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 、お月夜。お月夜です。出るかな出るかな、もう一歩。あ、まだ出ない。お月目。